ロシア国民は塩も買えないようです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ロシア国民が大ピンチ、塩も砂糖も買えないと嘆き節をお送りします。アメリカがウクライナを協力支援。アメリカや NATO はウクライナを支援しています。そしてそれがかなりロシアに効いているようです。先日 CNN はロシアがアメリカに対して武器供与をやめるよう警告をしたと伝えました。まずはその報道をご紹介します。ウクライナへ侵攻しているロシアは今週、米国による現行のウクライナ向けの兵器供与に対して正式に抗議した。米国務省に外交文書を送付し、支援を継続すれば予測不可能な結果を招くと警告したという。米当局者2人と当該の文書に詳しい情報筋が明らかにした。文書はデマルシェと呼ばれる外交上の共同申し入れで、今週初めに送付された。この時米国はウクライナに対し8億ドル、約1000億円規模の追加の軍事支援を発表する準備を行っていた。ロシアの外交文書に詳しい情報筋は、ロシア政府がこれらの供与に抗議することは予測していたと説明。ただそれによってロシア側の行動に何らかの変化が起きるのかどうかは依然として不明だとした。それでも文書が示唆するところとして、ロシアが米国や北大西洋条約機構 NATO に対し、戦争の長期化を受けてより攻撃的な姿勢を取る可能性があることを認めた。また政権の当局者の一人は CNN の取材に答え、ロシア側の文書について、米国によるウクライナへの兵器供与がいかに効果的かを示していると指摘。より高性能かつ強度の高い兵器を含む今回の追加支援の発表にもロシアは懸念を抱いている可能性があるとした。バイデン政権内では、外交文書の送付からロシア軍が痛手を被っているのがわかるとする見方も出ている。政権高官の一人が明らかにした。この高官は、戦場で優位に立っていると感じているなら、ロシア側はこのようなメッセージをよこさないだろうと語った。こうした報道を見る限り、ロシアはかなりアメリカの武器供与を嫌がっているようですね。こうした抗議をすればするほど効果的だと自白をしているのと同じです。実際米国はかなりの武器をウクライナに供与しています。具体的には、155ミリ榴弾砲18門、自爆型ドローンスイッチブレード300機、旧ソ連時代に開発された MI17 ヘリコプター11機や装甲兵員輸送車、大砲兵レーダーなどが含まれます。こうした武器供与の成果なのか、先日ロシアの機関であるモスクワが沈没しました。米国国防総省の発表によると、ウクライナ軍の巡航ミサイルネプチューン2発が命中したとのことです。このモスクワの沈没により、ロシアはますます窮地に追い込まれています。そうした中でプーチン氏は、ロシアへの制裁で苦しんでいるのは西側諸国だとの主張をしています。我々のエネルギー資源を代替品に置き換えようという試みが全世界の経済に影響を与えることは避けられないと、ロシアの資源が必要だろうと制裁を解除するように要求しているのです。これも先ほどのアメリカの武器供与と同様に、経済制裁がかなり効いているということの表れでしょう。国民は塩も砂糖も買えない。経済制裁が続くことで国民は徐々に窮地に立たされてきているようです。何も買うものがないというわけではないのですが、あらゆるものの値段が上がり、中にはもう手に入らないものもあるようです。例えばテレビ朝日のインタビューに答えていた買い物客は次のように答えています。多くは必要ないんだけど、どこでも手に入らなくて、行きつけはあそこの店だけど、砂糖と塩だけが不足しています。このように砂糖や塩といった基本的なものまで手に入らなくなってしまっているのです。他にも衣類や野菜、スマートフォンなど、あらゆるものの物価が上がっているのです。ロシア国内はまだ完全なパニック状態には陥っていないと言われていますが、こうして
いろいろなものの値段が上がり、手に入らないものも一つ二つと増えていくと、国民は徐々に厳しくなっていきます。ロシア国民は早めに気がつき、自分たちが行動をしないと追い詰められていってしまうでしょうね。ただ、まだロシアは完全には諦めていないようです。旗艦モスクワが沈没したことを受けて、報復としてキーウにミサイルを発射したというのです。ロシア国防省は16日、ウクライナの首都キーウの戦車工場と南部ミコライウ州の兵器修理工場を精密誘導ミサイルで破壊したと発表しました。しかし、報復をすればまた西側諸国は経済制裁を強めていきます。そうなるとロシア国民の生活はますます厳しいものとなっていくのです。こうしたロシアの報復には日本からも多くの声が寄せられています。日本の反応。正直ロシアはかなり苦戦しているように思う。今後中立国であるスウェーデン、フィンランドの NATO 加盟が夏に決まれば、さらにロシアの状況は厳しくなる。このレベルの攻撃は今後も続くことが想定される。ただ北部で自軍の損耗を避けながらロシア軍のできることといえば、遠距離からの散発的な攻撃ぐらい。気を緩めることはできないとはいえ、戦況への影響力はほぼないに等しい。世界一の軍事大国のアメリカでさえ、保有している簡易型ミサイルの3分の1をウクライナに供与して不足している。そうなると、一方的に侵攻を始めたロシアは、それ以上を使用しているだろうし、かなりの武器装備を消耗しているはず。ロシアの最後のあがきだろうな。ロシアのシンボル的象徴のモスクワ撃沈。これはかなり大きな出来事だろうね。ただこうやってミサイル攻撃をしてくるなら、ウクライナの首都キーウ州の軍備の再配置も警戒が必要になってきたね。まだまだ油断はできない。アメリカも攻撃力を増した兵器の大量投入を決めた。ポーランドも積極的に軍備を供給している。これにより、ますますロシア対西側諸国という構図が強くなってきた。こうなればもうロシアはどうしようもないだろう。ロシアはウクライナが疲弊することを目的に攻撃しているのだろうけど、ロシアの方が疲弊しているのではないだろうか。これからもウクライナの被害は続くだろうけど、同等またはそれ以上にロシアは疲弊していくだろうね。こんな報復をしたということは、モスクワがウクライナによって沈没させられたというのは本当なんだな。随分わかりやすい行動をしてくるんだな。モスクワだからこそ狙い撃ちしたのだろうが、あっぱれとしか言いようがない。ロシア側は意地でも認めないんだろうけどね。早期の停戦はもはや望めない。このようにお互いの攻撃が激化していくと前進しかけていた停戦交渉は、どんどんどうしようもないものになってきています。前回の停戦協議について、時事通信は次のように伝えています。双方とも交渉そのものは継続する意向だが、ウクライナの首都キーウ、キエフ近郊で多数の民間人が殺害されたことが発覚して以降、合意形成に向けた機運はしぼんでいる。ラブロフ氏はウクライナが作成した合意草案を問題視。草案で、ウクライナがロシアに求める安全の保障の適用対象外として南部クリミア半島を明記していないことなどを受け入れられないと主張した。ラブロフ氏はロシアが実効支配するクリミア半島や親ロ派武装勢力が一部を占拠する東部ドンバス地方の帰属については交渉に応じないという立場を強調。首脳会談での協議に持ち込もうと模索するウクライナ側を強く牽制した。これに対しポドリャク氏は、ロシア側にウクライナでの残虐行為の責任があるとし、ウクライナへの憎悪を助長してきたと強調。対話の用意があるなら態度を改める必要があると訴えた。現在はここからさらにお互いの攻撃が激化していますから、もはや早期の停戦は望めないでしょうね。毎日新聞によれば、国連事務総長も現状について嘆いています。国連のグテレス事務総長は13日、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、国連主導で合意を目指している人道目的の停戦について、現時点では可能ではなさそうだと述べ、
難航しているとの見解を示した。グテレス氏は停戦を模索するためにグリフィス事務次官人道問題担当をロシアの首都モスクワとウクライナの首都キーウ、キエフに派遣していた。ロシア側には地域を限定した停戦や人道回廊の設置を提案しているといい、返答を待っているとした。さらにプーチン大統領も厳しいと述べています。ロシアのプーチン大統領は12日、訪問先のロシア極東アムール州での記者会見で、ロシア軍が侵攻しているウクライナとの停戦協議に関し、行き詰まりの状態に戻ったと述べ、全面的な停戦実現は遠のいたとの認識を明らかにした。多数の民間人の殺害が明らかになる中で、停戦協議の行方は不透明さを増している。一方、ウクライナ軍で停戦協議代表団のトップのダビド・アルハミア氏は12日、協議はオンライン形式で続いていると述べた。これでは早期の解決は望めないので、長期的な消耗戦へと進んでいくことになります。そうした観測は米国もすでにしています。米国のブリンケン国務長官がウクライナでの戦闘は今年末までには続く可能性があるとの米国の判断を欧州の同盟国に伝えていたことが16日までに分かった。欧州の政府当局者2人が CNN に明らかにした。米欧の政府当局者はウクライナ戦争は短期的には終結しないとの見方に一層傾斜しているともした。 CNN の取材に応じた政府当局者の多数はウクライナでの戦闘がどれほど長くこじれるのかを見極めるのは困難と指摘。ロシアのプーチン大統領が侵攻による最終的な目的を変えた兆候もないとした。米国のサリバン大統領補佐官、国家安全保障担当は14日、戦闘は数ヶ月間、あるいはそれ以上長く続くと明言。欧州の政府当局者の2人は、ウクライナ東部での戦闘は4から6ヶ月間はくすぶり、その後は膠着状態に陥るとも予測した。これら政府当局者たちは、各国の世論がウクライナへの支持を堅持することに疲労感を覚え始める事態も想定。行動を起こさないことは、結果的により高い代価を支払う事態になることへの注意を喚起する必要性にも触れた。このような膠着状態に効果的なのは、やはりロシアへの経済制裁です。一部では、経済制裁には効果がないので、長期戦だとロシアが有利だという見方もありますが、日本としてはそうは見ていないようです。FNN は次のように伝えています。ロシアへの経済制裁をめぐっては、プーチン大統領はロシアの経済は安定していると述べていて強気な姿勢を示している。これに関して松野官房長官は13日の会見でロシアへの制裁の効果について、経済制裁の効果が出るまでには一般的に一定の時間を要すると考えられるが、物価の上昇や外国企業の撤退、操業停止などすでにロシア経済に様々な影響が出ていると述べた。さらに引き続き国際社会と連携して外交的経済的圧力を強化し、強固な制裁を講じていくと強調した。日本は米国から情報をもらっているはずですから、ロシアの状況はある程度正確に把握しているはずです。つまりロシアへの経済制裁はかなり効いているはずなのです。長期化が続けば苦しむのはロシアの方だと言えそうです。アメリカが武器を支援し、その結果、機関を沈没させられて怒る気持ちもわからなくありませんが、世界平和のためにも早期に停戦へと持ち込んでもらいたいものです。そうしないとロシア国民は苦しい生活を強いられることになってしまいますよ。あなたはこうしたロシアの惨状についてどう思いますか？ぜひ、意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。